こんばんは平井博明です今回はですね持ち玉について動画を撮っていきたいと思います皆様持ち玉お持ちですかどんな玉が持ち玉ですかね僕はちなみにドロー系がほとんどなんですけどいざという時にドローを打つっていう感じですかねだから決め玉というか持ち玉がドローっていう認識はすごい自分ではありますけども今回の動画の内容っていうのはまあ、最近あのちょっと動画で YouTube の方で手打ちだとかボディータンもちょこちょことかいろいろ動画として出してるんですけども今現時点でもやっぱり迷われてる方とかあと自分はどっちなんだろう手打ちなのか体で打つのかとかいろいろ迷ってる方悩んでる方がいらっしゃると思うんですけども決め手を言いたいいたと思います平井博明のワンアップゴルフ 1>, 1球目の前にボールを出されて。 確実に打てるのはどっちの打ち方だっていう方が正しいですね結局のところコース行った時にドライバーなりセカンドショットなりターゲットに対して打っていくじゃないですかでその時に動きって言ってらんないんですよやっぱりその一発で成功させなきゃいけないっていうことなんですよねでそれをどうやって自分が動いたら一発で成功する確率が高いのか っていう方が考えていただいた方が早いかもしれないですね本当に変な話どっちでもいいんですよどんな打ち方だろうと決められた矢出時にその決められた方向に打てればいいっていうだけなんで形はない方がいいんですよねもう自分が打てる動きが形っていうことなんであんまりどっちがいいっていう認識をされない方がいいかもしれないですねだからあのコースに出て その状況とか緊張感とかいろいろあると思うんですけどもその時にも確実にに動けけるる方法を普段から見つてておくくこととが大切になってくると思いますそしたらさ、うん、2>, 2つ聞きたいことあってもともと手打ちじゃなくて、うん、体で動いた方が当てられて2つ決められるっていう人もタイプ的にはあるんだっけちょっと僕復習しないとちょっと忘れちゃってんだけどうん、うん、体の使い方のタイプで腕で打った方がいいか体で。 一番最初にそれを判断してもらいたいんだけど一番最初ってまあ言っちゃえば初心者の時に、うん、そんなことってなかなかできないじゃない気づいた時にどっちなんだろうっていうのがほとんどだと思うんだよね打てるようになってきてからだからそれはイメージ湧く方でも全然いいもちろんイメージ湧いた方がね動きやすいだろうから。 イメー意識しないでいいってことでこれちょっと2つ目にもつながんだけどゴルフ始めてボール打とうとして習わなかったら勝手にそっちの打ち方なんだよねそっちの方向に絶対いってるはず黙ってて何にも誰にも言われなければ打ちたいように打つそう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 ということはその2つ目の質問でナイスショットが出ればどっちでもいいってことなんどっちでもいい手打ちを一応押してるけれどもそうじゃなくて 打てんだだっったらどっちもいいんだ、うん、そうだからボディターンやめてくださいとか、うん、絶対手打ちをやってくださいっていうわけではなくて、うん、より100点のの出る可能性の高いい動きはどっちっちていうただその動画として平井として自分は手打ちをやってきてすごい腕の動きを意識してメインとして動いてるからそれでいいショットが打ててる自信があるから動画内では平井は手打ちですよっていう,っていう。 でそこは人の意見と平井の意見として考えといていただいて思っといていただいてでじゃあそのそれをゴルフとした時にやっぱりクラブの動きってなってくるからじゃあより手を使ってクラブを動かしてくださいねっていう意見っていうことなんだよね。 クラブの動きを制御してコントロールスピードもコントロールして体のターンで動くっていうのは相当な練習量が必要でその相当っていうのが相当の上の相当だからもうやばいんだよね <laughs>、うん、その本当にアマチュアレベルではないってことなのそれを分かってもらいたいっていうでもそこまで練習できないアマチュアでももともと体を使うタイプの人もいるわけじゃない、うん 体違いが出てきてるんだけど、その体を使うって単純に回転させてあげて、その回転にクラブがついてくれば体で打つタイプって出来上がるのアマチュアバージョンの。だけどプロのやってる体を使うってより複雑なんだよね。それをやるんだよね。アマチュアが。だから難しいのよ。その最初に言った体を使うじゃなくて、YouTube に溢れてるのはその後者の。 体を使うの、そうだからダメなんだ。そう。だから体タイプも中に二タイプもある。うん、シンプルな要は体をこうやって振って回転してこうやってこうやって打つ。ただ打つ。うんうん、それは平井が動画内で言ってる、うん、要は体使うのも手打ちも両方手打ちですよっていう方の体使う方なのよ。ああ、なるほど。うん、はいはいはい。でもプロがやってる体使うって肘の角度だったり高さだったり。 回転する度合いだったりっていうのがもう複雑すぎて正直週一週二の練習ではまあ100%無理なんだよね。あと相当な筋力がないと、だからそれでできないっていう体のボディーターンとかそういうのが今の要は溢れてる理論の中に入っちゃってる。なるほど、そういう段階とかレベルがあってボディーターンの中にも。 相当高度な体を使うっていうのをやられてる方もいるんだよねでそれでうまくいってる人は毎回動画で言うけど、うん、それは全然やっててもらっていいのうまくいってるんだから、うんうん、だけどうまくいかない方が多い声を聞くんでねやっぱりだからそういう場合は体使う違いが起こってるっていうタイプの話じゃなくて,っていうそ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 ってないうん、だから練習量と内容がうっうない時があるんだよね。うん。うん もっと練習しなきゃいけないことをやってる場合があるから、まあさっきの話に戻るけどコース行った時にそれがそう何割成功するかっていうことになっちゃうんでね、もう最後には相当な確率で成功しない限りは。 コースに持っていけないことだし、うん、それはねすごい難しいことになっちゃうんだよねまあじゃあ体使っても振り遅れないでちゃんと戻せてきてんだったら、うん、いいけどってこと、ね、そう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 う。戻ってないんだからそうしたらその体を使ってクラブを振ることに対しての理解をしなきゃいけないじゃんもっと、うん、なんで体を使ったらクラブが振り遅れるかそこを通り越えちゃって考えないでやりたいことをずっとやってできないできないってやってる方がやっぱ多いんだよねなぜそうなるかっていうこと、うん うん、体を使ったことで、うんうん、振り遅れてしまう原因っていうのが1個でも分かればそれを正しく継続するのかやめるのかっていう判断にもなるしなな、うん、なんかこううがゆくなっちゃうねなるほど最初に言ってた体タイプで。うん 体使って打つっていうのは全然やっていいわけですか、うん。まあ全然全然やっていい。レッスンでもそういう方が来たらもう自信満々にそういうことを教えるし。えー、あ、手さぶっていい。そう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 。うん、で回転させて、うん、もっと回転足りないとかって俺レッスンではよく言うから、もっと回転してくださいって。だからそういうのも含めて。うんね、でもそれはやっちゃいけないもんだと思ってたっていう方もやっぱいるんだよね。右左にこうやって少し移動させてくださいとかって言うと、 止まってなななきゃゃいいいけないんじゃないですかとかとそう,そういういうな感じだから結構あってで昨日のレッスンなんかもお仕事上重いものを持つ方がいたんだけど1 0キロ、1 5キロ以上のものを持った直後の練習は絶対当たんないからゴルフクラブって 500g 以下だからでフルクラブなんて 400g ぐらいしかないから。それを を例えば筋トレした後に打ってるよようなもんだよねそんなもんじゃないからもうちょっと繊細なスポーツだからだから筋肉が硬直してたり筋肉痛の時にナイスショットはほぼほぼ,ほぼ打てないからだから重いものを持った夜とか次の日とかはナイスショットは打てないんでクラブの重みを感じないんだよね。でそうなってきたらじゃあゴルフのスイングでクラブの重さを感じるにはどうしたらいいかっていう動きをしなきゃいけないしたらグリップの。力を抜いて クラブの重さを感じて触れてないといつものショットが打てない。そういうこともこう常に頭で連動できてた方がいいよね。だからボウリングやった後とか全然当たんないからね。<ー>うん、えじゃあ反対にさ、うん、手打ちの人にはもっと体回してって うん体とクラブのこう引っ張り合いっていうかこう反発を作ってほしいんだよね、うん、手打ちの人ってこうやって回転しててここが止まる急に止まるとパンって反発するじゃない<ー>それで打つのよただもちろん止まらない止まらないんだけどこっからここに来た時に減速してグーって回るとここが一回止まるようなもんだから反発してバンってヘッドが走んだよねだからそういうことが手打ちをやろうとしてる人が分かってた方がもっといいよね、うん、えー、それ初めて聞いた あんま言わないしあんま言わない,とい,い,ないっていうか、ね、<laughs> どっちかというとやっぱり本当に今現在もやっぱり手打ちはよくないって言われてるじゃない、うん、だからじゃあ言わないって思っちゃう。でそのクラブのこの体のターンに対しての反発がやっぱ強ければ強いほどやっぱ飛距離は出せるし球が弱くなることってほとんどないんでね。 まあ別に問題ないしね。やってることはちゃんとやってるし、そう。でその手打ちがダメっていうその理由がそのなんとなく分かって、でその要は手首打ち腕打ちとか言ってたじゃない。動画でこうやってこうやって手首でこうやってやるのがまあ手打ちって言われてんだけど、そうこねちゃうやつ、しゃくったりとか、それをやった時に。 手打ちになってるよ、手打ちダメだよって言うのほとんど。でも、私手打ち、僕手打ちっていう人が、こういう練習はしないじゃないあそうだね。そう。だから、手打ちなんだけど、手打ちじゃない正しい手打ちの人もいるわけよ。<laughs> <laughs> だから、こうなっちゃった時に、<laughs> はい、みっけって言われてるようなもんなのよ。うのっけそう。<laughs> そう。2枚取らせちゃう。そう。そういうことで、 手打ちがダメって言われてるだけで確かにこうしゃくったりすると変な動きに見えるからそう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 け目についてそう「鬼の首取ったみたいにうのびっけになっちゃう」「はい」ってなるからいるでしょいるでしょゴルフ以外でもいるよねいるよねそうなのそれが要は手打ちの目の敵にされてんだよね 手打ちがううか、うん、だから<う>悪い手打ちって言われてることが、うん、こうやって手首でこねたりしゃくったりってでもそれ練習してててる人いいいななと思ったの、まあ、いないよね見もだから結局そうやって打ってるのが悪いって言われてるんだよね。うん、で本当にクラブの動きをメインとして、うん、ちゃんとリストターンなり腕の力がメインとして 多少体を使ってる場合平井の場合は手打ちの部類に入るんじゃないかなとは思ってでも動画を例えば平井の動画をスイングを見ていただいた時に「いやそれ手打ちじゃないよ」って言われたら「じゃあ僕手打ちじゃないです」って全然はっきり言えるからね、うん、そんなのどうでもいいと思ってるからだから結局それでじゃあ手打ちじゃなかったら「じゃあ振り遅れてるんだったらもうえげつない意識して僕はクラブを相当壊ってますよ」って言いたいの。 うん、じゃないと間に合わないし、うん、だからど,どんとどっちでもいいしただその悪い手打ちになった時のその一発だけを見てやっぱりそうやってコース行った時にもうグリーンの3分の2が周り池とかバンカーとかショートホールとかねあとはまあセカンドショットでも同じなんだけど OB があったりとか、ね、そういう時ってゆとりを持ってスイングってやっぱできないんだよね。 こう焦ったり不安になるともう,もう早くクリアしたいとかってなってシャコってやるんだよねそ,うそれが手打ちが出る場面でそこでしっかりクラブと腕を触れたらそういう手打ちにならないし半信半疑で手打ちなの体使うのボディターンなのとかってやってると練習でもしっかりした動きができないからちゃんとあの自分で見切りをつけてどういうことを。 メインとして動いてやるかっていうのをはっきり考えた方がいいねで決めて打った方がいい手打ちやってって言った時にさ極端にさ寝た、うん、足手打ちで打ってくれる時なんじゃうん、うん、あれはさ見た時にそういう人たちはなんて言うんだろうねあれは手打ちだっていうのかななんなんて感じるんだろう<ー>まあまあまあそうだねあれはまあ極端だからね、うん、足上げてないから、うん、腰の切れだとか、うん、そういうものを極力抑えて、うん この本当に肩の回転に対してて腕を強く使ってるじゃないリストだったり、うん、だかあ、結局肩のラインに対してのこのクラブの T 字っていうのは相当意識はしてるわけよねうん、うん、あれでも。うん、でそれに対して無駄な腰の切れと下半身の右膝を使わないよっていうそれだけでも同じ距離打てるっていうことを言いたいショットだからああいうのはなんて言ううんだろね右足上げた瞬間に手打ちだって言わなくなるんだろうね。うん まあ普通にね右スパイクこうやって、うん、立ってれば見えないもんねうんそうただもう信じられないぐらい腕は強いからね押、うん、し勘だったりリストターンだったりこの間ね NS プロのモーダス3の120のアイアン使ってる方がいてでインパクト弱かったのよそれで俺いつも練習であのレッスンの時やるんだけどこうやってお客様に構えてもらって俺が小指一本で持つのよそうで押してもらうのよで 普通にグリップしてるんだから10対1じゃない。でも小指が勝つのよ。えなんで全然押せてないわけよ。両手でこうやってやってんだよお客さんは。なんで小指が勝つので俺全然で押してんだけどお押されてんのはわかるじゃん、うん、ちょっと。うん、でも俺はそれは押してるうちに入んないからふざけて。 いや、待ってますからいいですよってずっと言ってるわけよ。いや,いや早く押してくださいよって。いやいや、押してますみたいになるわけよ。いやいや、僕、小指ですよ。10対1ですよって。いや、そうだね。そう。でも、全然小指で耐えられんのよ。今度、じゃあ逆転しましょうって。あやっ俺がグリップして、うんうん、でその方、小指だったの。うん、シャフト、こんなのしなったからね。こうやって、それぐらい強いですよって。<ー>うん。耐えらんないから。え、小指、ぐってなっちゃう。<laughs> いやいや、危ないのよ。危ないうん。で 最初、うん、そうやったからじゃあ10対10にしましょうよお客さんこうやって持ってるわけヘッドしたらシャフトがもう折れそうだ120の S シャフトが折れそうそんぐらいインパクト強いですよって言ったじゃあ全然足んないですってその方、うん、だからそのインパクトでこれは力むなから来てると思うんだよね眼力みするからインパクト、うん、じゃないと飛んでいかないしインパクトの緩み違いもあるし

だからレッスン来た時に出るのここは力まないみたいなちょと説明できるそうそのその方にとっての意外点を俺が平気でもう普通の感じで言うとえって絶対言うしいいんですかみたいないいんですだからなんかあの動画もすっごい難しくてやっぱりだからワンナップゴルフも超詳しくまでは言わないんでねオンンンライサロの方でしか 言わなくてかといってその言ってる細かいことを例えばじゃあ YouTube で言ったらもちろん「合う合わない」が出てくるし、うんうん、だからそうするとやっぱりレッスンに来ていただいた方がより一層いい結果がね出るから、ね、やっぱ動画ダメだ、ね、よくないおしまいい, <laughs> <laughs> いや一応やらせていただきますけども。 まだまだやりたいことが9割残ってるんで,ああで、はい、今300本ぐらいで,でこれでやっと今1割いったかいかないか <laughs> なええー、そうですそうですゴルフだって平井の30年間をやっぱり言わなきゃいけないんでそうだから本当に今触り <laughs> 触りです触り本当にそう,うんそにこっから濃くなってきますんでええ そうなんですよ。最近、月齢優勝しましたっていうのと、うん、ハンデが2、3減っちゃって、どうしてくれんですかっていう人と、うん、あと、コンペでベスグロ取りました。うん、ドライバーが飛びすぎちゃいました。うん、続々と来ております。<laughs> 別に宣伝するわけでもなく、結果だけをちょっと言わせてもらってますけども、ね、特別なことは本当やってないんです。ただ、うん 方向性なり飛距離っていうその方のマックスを打っていただいてるだけです、うん、そうだから余計なことを省いただけっていう感じでねうん、うん、それだけでゴルフって必ずよくなるんであれなんだっけ俺がいつも言うやつ結局いつもアドレス直してボールの位置変えただけじゃんつって <laughs> 何もやってないじゃんつって <laughs> 俺に、ね、いつも,もそれだけで何て動きを言わねえんだって <laughs> そう,そういやほんとそうあのねそのベスコンペでベスグロを、うん 2回と連続で取った方かな、うん、その方も絶好調だったの、うん、でも23週間で調になったの、うん、で先日レッスン、うん、ダメなんですって来てもらって、うん、でじゃあウエッジからいきましょうっつって、うん、ウエッジのまあスリークォーターぐらい打ってくださいっつったの、うん、打つ前からもう問題解決しちゃったから <laughs> 打つ前からあもう1球もミスショット打たせない自信があったから、うん、ボールの位置が。 やばいですっつったのえって言うからボールの位置がドライバーより左ですよってでウエッジの位置に戻してあげたそしたらそれは1球目から内緒とショット出るよねそしたら「いやこんなんじゃなかった」っていうのこんな球出なかったっていうのそうだからスイングが壊れることってほとんどないんですよっつったのもうだから手の位置だったりボールの位置だったり構え方で 相当ミスショットっってて出ますよってドライバーなんかもそうよ。左にしか行かない、左にしか行かないっていうわけ。受付から打席まで歩いていくときに、もうドライバーが左しか行かないで。ドライバー打ちましょうよっつって、ドライバーも、もう本当にスパイクから出ちゃうんじゃないのっていうぐらい左だったの。それを正しい位置に戻してあげたそしたら、左に一発も出ないだから、うん、そういうこと。 そうだからそのボールの置く位置の意識っていうのもスイング以上に、うん、意識してないと勝手に崩れちゃう,そうだからスパイクの向きは正しい向きにアドレス取ってんだターゲットにだけどボールが左だから上半身がどんどんこうやって向いてっちゃうのボールにそう自然とクロスしちゃってるよねスパイクとだこうなったらもうまっすぐ打てないというかいいスイングができない、うん、スタートがここじゃないからうん だからもう振り方とかの問題じゃなくなっちゃうんだよね、うん、みんな大変だねいや大変よ大変よ高い金払ってボールの位置だけしか直たになって本当ですよでも何センチか動かすだけだったんで <laughs> ボール金もらってるでも動画もちゃんとスイング撮って <laughs> それで見ていただいてどこが悪い動きしてますかっていうぐらいいい動きしてるのよあそうなんだそう だからこれで直すんだったら完成品を壊すようなもんですよねってうん、うん、現にボールの位置直しただけであんな球出ちゃってんですよって、うんうん、あのナイショットを消さなきゃいけないっていうのは僕はできないだほんとちょっとしたことって多くてただそれって自分じゃ気づけないからやっぱレッスンにね、うん、来ていただいた方がね、うん、ボールの位置気をつけてお金節約してください皆さん あ、そう。だから今度トールくんにあの三分レッスン時間三分っていうあの枠を作ってもらう。ボールの位置だけ？そう。<laughs> わざ組わざんの？あ、それだよね。動画でいいよね <laughs>。そう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 。でもそれってすごい大事なことだけどね。だからそれだけで変わるってことは崩れたり変わるっていう変化があるってことはやっぱ大事なんで。本当にあのレッスンでも僕言いますけども、ボールの位置が一センチ変わったら。 結構ですやばいですなんでよりシビアな自分のジャッジっていうのをしていただいた方がいいですねだからアライメントスティックなんかをボールの真下にスタンスの方向にこうやって置いて毎回チェックするとかですねそういうことをまあ、常にあの意識してやっていただいた方がいいと思いますねで今回はですね持ち玉は どういったのが持ち玉ですかっていう動画からあの話をちょっと膨らましていったんですけどもまあ、色々と参考にしていただければと思います気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたこの度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めましたセクシーショットありのマルヒ映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれ っていうネタをですね、コンペとかで言っていただけたらと思いますのでぜひご入会よろしくお願い,いたします。